世界コスプレサミットは世界コスプレサミット実行委員会が開催しているコスプレの世界最大のイベントである。日本と世界各国のコスプレイヤーとの交流及び日本漫画の人気を認識することを目的とする。開催を重ねるごとに参加国が増え世界各国からの取材がある。二千三年にテレビ愛知が初開催、二千六年から日本の外務省が講演し、 2009年度からは主催者である実行委員会の構成員となった。2006年からは外務大臣賞が授与されている。2007年国土交通省が所管するビジットジャパンキャンペーンの一環として認められた。2009年には外務省、名古屋市、名古屋観光コンベンションビューロー、テレビ愛知、中部国際空港、大津商店街で構成される世界コスプレサミット、 実行委員会を設立した。2012年より実行委員会に株式会社 WCS が加わり、2013年からは株式会社 WCS が主体となり、イベント運営を行っている。現実業委員長は2003年にこのイベントを立ち上げた小栗徳丸である。コスプレイベントが開催されるオアシス21世界コスプレサミット2014セントレアフト時は、 初参加の国、地域を示す。世界コスプレチャンピオンシップは2005年から開催されたもので各国の代表者が舞台でパフォーマンスをし、そしてグランドチャンピオンを決めるコンテスト。これは衣装の完成度だけでなく演技、演出なども含めて採点される。これまでの参加国数、参加国、グランドチャンピオンは以下の通り。 2015年世界コスプレチャンピオンシップの結果以下は2005年からコスプレチャンピオンシップの各国代表者を選ぶ予選会を開いている団体である。世界コスプレサミット終了後、後日特別番組として予選大会やチャンピオンシップの様子が放送される。ただし放送されるのは地元のテレビ愛知のみで、 他の TXN 系列局や同局系の BS デジタル放送である BS ジャパンにはネットされない。2003年に世界コスプレサミット2003に合わせ特別番組として漫画は世界の共通語が放送され、その後も2005年に世界コスプレサミット2005漫画に恋した7カ国の美女たち。2006年に 世界コスプレサミット2006新たなる挑戦者たち2007年に世界コスプレサミット2007ギザスゲ奴らがやってきたぜエっと2008年に世界コスプレサミット2008みんなのヒーロー大集合2009年には世界コスプレサミット2009真夏だぜクールジャポン爆笑イとして放送された2012年には初の生中継も実施された 2018年度の特別番組の放送はなし、ありがとうございます。